どうせモテたくてでしょ。はい、そうです。そうだよね。皆さんこんにちは、ジュイです。今日もですね、ダブルダッチのコンテンツをお届けしたいのですが、この間も行いましたダブルダッチの中でもひときわキャラの濃いプレイヤーをご紹介していきたいと思います。今日ご紹介するのは、先日行われましたダブルダッチの世界大会予選、ダブルダッチコンテンツとジャパンファイナルにてなんと見事優勝しました平成たぬき合戦ポンポコより勝也です。カスヤです、よろしくお願いします。座れ。はい、ドロタヌキのように現れやがってカスヤはもちろん先日優勝したチームのメンバーでもあるんですが、私と同じサークル出身でして、はい、京都の立命館大学というところで、ダブルダッチをやってましたね。はい、何歳とか今24歳です。若っ。いいですか、全国の皆さん、全国の女性の皆さん、ハンサムでしょう。ありがとうございます。フリーなのかな、どうなんだろう。フリーです、現在フリーでございます。はい、私の YouTube ではね、恋人も募集していこうかなと思っておりますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それではカスヤのかっこいいやばいフリースタイルまで、レッツジャンプ。アクション。So I won't mind, she got so what she waiting for. Come and get it out, I'm the hot spy B. I bet you never thought an Asian can rap like this. Yeah, I'm ready and the mic is ready. What more can I say? Rock steady, you see. 時代が動くならこれがスタンダード。もっと増えろ日本語かかるジェンバー。I'm proud of being Japanese, Taiwanese. I wear A, go 日本語、味噌くのわらじ。ド派手に、こうぜ俺は正真正銘。ボリューム声上げなってなよ正銘。4面この時代の流れを読め、騒げ本人もと飛ばして共鳴、下向くやつの下を引っ張り出し、界も勝敗クライミングも爽快、オーデにオーナイバズバズのオンライン、軽くご挨拶まずまずの展開。カスカ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 シカも取り出して借りて借りも帰る、行こうぜコースターするコースターコースコールドゲームコールソウルソウル Yeah Who's bad 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 babyOh shit 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 you sold out She regret that little daddy Sleep to sleep いつも言ってやむ C から C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  から B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  ならいいかなりやばいなりやがりみんなまみんの決心騒ぎ叫び Follow me follow me Make some noise get a boy say say まだ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 踏んだり蹴ったり踏んだりしたりまるで文句に立つやん Make some noiseはい、そのかっこいいパフォーマンスを見せてくれたカスヤなんですけども、なんでそもそもダブルダッチ始めようと思ったんですか？なんで最初自分高校生の頃までずっと、まあ、サッカー一筋で、サッカーだったんだ。そうなんですよ。高校のなんですか、全国大会で大会があって、まあ、それ目指して頑張って、まあ、地方予選で負けちゃって、まあ一回サッカー自体には一区切りそこでつけようと思ってたんで、大学生になって何か新しいことを始めようって思った時に、最初ダンスしたいと思ってたんですよね。ダンスとあとドラム。ドラムだ。ドラムはちょっと高校生の頃にちょっとやってたんだ。ちょっとやってて、でそれをちょっと本気でやろうって思ったんですけど。バンド的な活動してたの？あ、そうです、バンド的な。バンドしてたの？バンドをちょうど高校のサッカー引退した後に、そのサッカー部のやつらとちょっと組んで。どうせモテたくてでしょ。はい、そうです。そうだよねでそれをやろうと思ってて、ドラムとダンスを。そうなんで、まあ、見に行ったんですよ、そのサークルに軽音部見に行って、で見に行ったはいいんですけど、まあ、外でやってるアウトドア系の人がいきなりインドアの世界入ったら、わ、なんかちょっと違う、ずっとなんかスタジオにこもってるのがしんどそうってなっちゃって。なるほどね。まあ、ずっとそうだよね、サッカー外でやってきたからね。でそれがしんどいからちょっとやめとこうってなって、で次ダンスサークルに、まあ、練習、まあ、ちょっと見に行ったら、行ったんや。初めからもうなんかこうダボダボの服着て、
YO! みたいな感じの人がもう昔から俺やってましたよみたいな、そんな感じの人ばっかやったんで、こうなんか自分が思ってたんはダンスサークルでみんなでこうなんかこう初心者の人が一緒に、まあこうゼロからでもできる、なるほどね、みたいな、やってこうよ。まあ立命館のこうマイスタイルっていうそのダンスサークルは結構強いというか、そうですね、かっこいい人がこういっぱいいて、確かにこう初心者でもとは言うかもしれないけど、うん、大丈夫かな自分みたいなところあるかもしれないね。ちょっと踏み切れ切れず、切れずでもさ、なんかこうダンスって本当今カセ言ったみたいに、もう今の時代ちっちゃい頃からやってる人が多いんだよね。そうなんですよね。そう、それもあってのだって、あ、ダンスもなんかいきなりそんな感じで来られたらなんかこううってなっちゃって、で、こうどうしよう、まあダンスもちょっと違って、まあ、ドラムも、まあ、バンドか、バンドもちょっと違うってなって、あ、またサッカー、まあ、ちょっとフットサルサークルで軽くやって、まあ、まあよくいる大学生なのかなと思ってたら、ちょうど新入生パフォーマンスでダブルダッチを見て、でダブルダッチを見て、まあ、すげえってなって、もうダンスもするしアクロバットもするし、それを見てうわすげえってなって、で遊びに行ったんですよ。初めてそこでダブルダッチってものを知って、まあ、フラッと遊びに行ったら、まあ、なんかこう大学生からできるみたいな、もうほとんどみんな大学からスタートで、そうですよね、全国大会も世界大会を目指せる、かつシンプルにかっこよかったんですよ。まあちょっとモテたいっていう、まあ浅はかな気持ちも持ちつつ、けどかっこいいが一番、俺もこれやりたい、これやりたいって思って始めたのがきっかけです。それがきっかけなんですね、はい、ダブルダッチってそういう感じなんで、まあ、今もう時期的には大学生活、新入生の子たちも大学生活が始まってると思うんですけど、まあぜひそういう何か新しいこと始めたいとかいう少し気持ちがある人がいるのであれば、自分のまあ立命館大学もそうなんですけど、他の大学とかでもあのダブルダッチサークルたくさんあるんで、もしよければダブルダッチチャレンジしてみてほしいですね。いや、ほんまに、なんかさっき学生も言ってたんですけど、それこそ大学生で新しいことチャレンジするっていうその気持ちを持った人ってたくさんいると思うんですよ。でもなんかこうゼロから始めても、なんかその大学生の間熱くこう向き合えるものってそんなにたくさんあるわけじゃないかもしれない。そうですね、あんま聞いたことないです、ね、ないかもしれない、はい、中でもダブルダッチは本当に今から、新しいチャレンジしたい人っていう、新しいチャレンジをしたい人にはもう持ってこいのものになってると思うんで、ぜひ皆さん一回ねチャレンジするなり見に行くなりしてみてほしいなと思ってます。特に立命館、特にそうです、 TUT です、本当に先輩たち頑張ってるから、頑張ってますから、ね、ディガップトレジャー、ね、ディガップトレジャーしてくださいよ、はい、関西から出てきて東京でね、そうですよね、ダブルダッチが大好きで、はい、まだまだ続けていきますから、そんな皆さんに会えるの楽しみにしてますんで、ぜひダブルダッチ、やってみてください。